じゃじゃん。今回ご紹介するのはこちらです。白い箱、何でしょうかね。じゃじゃん、バレちゃってますけれども、 MDR-EX800ST です。開封してみましょう。はい、開封しました。こちらですね。もうね、見てお分かりいただける通り、シンプルイザベストです。このように白い箱にこんなシンプルなパッケージとなっております。今回ご紹介するのはですね、こちらソニーのステレオイヤーレシーバーということで、非常に有名なモデルでございます。 MDR の EX800ST を購入したのでご紹介いたします。こちらのモデルはですね、いわゆる ST と付いているモデルなんですけれども、プロフェッショナル用のモデルです。ちょっと今手元にはないんですけれども、こちらソニーのですね、 MDR7506 というモデルなんですけれども、これの赤いラベルのですね、 900ST というモデル、非常に有名で、そちらも業務用に作られたヘッドホンなんですけれども、そのようなですね、モニターヘッドホン、まあ、いわゆるスタジオで使うヘッドホンの、こちらはインナーイヤーレシーバーですね、の用途として作られたイヤホンでございます。ですので、スタジオミュージシャンがですね、耳につけてバックミュージックを聴いたりですね、あとはミックスダウンの時とかにも使われるのかな、どうなのかなっていう、まあそういったモニター用途ですので、 DTM なんかやれる方、こうやって YouTube とかをですね、音声聞きながら編集される方にはぴったりなイヤホンなんじゃないでしょうか。一方ですね、リスニング用途には向かないとかね、そういう声もありますけれども、まあそこは原音に忠実か、ちょっと脚色してあるかっていうところで、個人差も好みもあるかと思います。ちょっとね、雑談になるんですけれども、こういったイヤホン、先ほどこちらヘッドホンですね、ご紹介していますけれども、もういいイヤホンとイヤホンでお店が成り立っているね、ショップさんもあるぐらい、今ですね、こういったイヤホン業界、そして高級オーディオの世界がですね、浸透してきて、まあ、趣味の一つになっているかと思います。羽生結弦選手もですね、イヤホン好きっていうのを公表しているように、イヤホン奥が深い世界だなと感じております。よくね、使っている好みのイヤホンをいくつか紹介したいと思いますけれども、こちらバンガンドウルフセンというメーカーのですね、 A8、 こちら非常に素晴らしいモデルで、高音域ですね、伸びのある抜けのある高音域が特徴で、これの後継機が今発売されていますが、この音質非常に大好きになっております。そしてちょっとね、これ私も聞きたいんですけれども、アルティメットイヤーズというとこから出ているですね、このスーパーファイ5プロですね、5プロというモデルです。一時期10プロだったかな、もう流行ってですね、ランキング等でも入ってきたモデルなんですけれども、このね、ケーブルが断線しまくってですね、これ何回変えたかな、4回ぐらい変えてます。ですが、またね、こちらここで多分切れるんでしょうね。片方ね、音が出にくくなっています。しかしこれ変えようと思ったら、もうね、売ってないんですね、このケーブルが。ですので、この GoPro のリケーブルを売っているのを見かけたら教えてほしいかなと思います。こちらですね、中高音域用のドライバーと低音用のドライバー2つ積んでいる 2way のドライバーですね、2ドライバーのイヤホンでございます。カナル型イヤホン、こちらもね、なかなかフラットでいい音出してくれています。そしてソニーからいきますと、こちらね、このモデル話題になりましたね。個人的にはイヤホンのね、1個の変化点であると言ってもいいかと思います。このメタルの削り出しのハウジング部分が非常に特徴的なモデルです。 MDR の EX90SL ですかね、このモデル、ここにね、穴が開いていますように、このね、カナル型密閉型かと思いきや、実はね、半開放型といってですね、音漏れがします。ですがその分抜け感がいいね、高音域出してくれるようなモデルで、いまだに根強い人気があってですね、まあ神機とまで呼ばれているぐらいになっているイヤホンでございます。このようなケースもね、ちゃんと入っていまして、こういう風にね、収納することができます。しかしこのモデルね、後継機が発売されておらず、いわゆる後継機 EX500-510 あたりが後継機と言われているみたいですけれども、この独特のね、形が全く変わってしまってますし、音のね、雰囲気も変わってますので、実質後継機不在のような感じを受けております。そしてさらにですね、こちら
ドライバーのね、大型化ということで発売されたモデルがですね、MDR の XB90EX のモデルですね。こちらも定評がある低音。しか、低音もね、非常にボコボコの低音ではなく、しっかりと締まりのある低音で非常に好評なモデルですので、低音域、ちょっとね、今日は聞きたいなっていうような時に非常にいいイヤホンかと思います。このようにね、外観もね、かっこいいというか、ドライバーの大型化に伴って、こんな感じで大きくなっておりますけれども、こちらも非常に個人的には使っているイヤホンでございます。あとですね、EX250 とか、ガシガシ、もうちょっと少し安価なレベルでは使っているものもあるんですけれども、今回ですね、ご紹介するのはこちら、MDR EX800ST でございます。こんな感じでパッケージに入っております。EX1000 と迷ったんですけれども、個人的にはね、モニタリング用途で使いたいなっていう感覚がありまして、ヘッドホンをね、頭につける、ちょっとね、苦しい感じがあるので、こういったカナルタイプのイヤホンで代用しようかなと考えて購入しております。EX100 とかハイレゾ対応のですね、N3 だったかな。最近発売されているモデルとも悩んだんですけれども、長く定評のあるこのモデルを1個持って長く使おうかなと思っております。それぞれね、皆さんね、悩みどころの価格帯、そして商品ラインナップかと思いますけれども、長く使える、そして部品等がね、充実しているプロフェッショナル用っていうのは安心できる要素の一つかと思います。こちらの MDR7506 でですね、それは体感しております。このイヤーパッドであったり部品ケーブルとかのね部品が個別に売られておりますので保証がないんですけれども壊れた時に安心長く使えるイヤホンということでチョイスしています。でイヤーチップが付いているもの含め3種類、そしてケーブルがですねリケーブル対応な仕組みとなっておりますので安心です。そしてこちらもうシンプルなケースですね。ハードタイプのケースが付属しているだけの商品で、カビな梱包等全くございません。スペック見ていきましょう。このようにですね、密閉ダイナミック型という形式で、ドライバーがこちらの XB90EX と一緒の 16mm 系のドライバーです。そしてインピタンス 16Ohm で音量取りやすくなっています。再生周波数帯ですけれども、3から2万8000ということで、まあ、いわゆるハイレゾ4万とかね、出るハイレゾイヤホンと純粋に言えないかと思いますけれども、昔ながらの帯域ですね、ハイレゾ以外のものではなかなか優秀な、まあ大体1万8000とか6000とか2万とかあたりなので、まあそれより出るかなという感じです。ハイレゾを選ばなかったのは、まあハイレゾ領域よりも、まあ私はこのイヤホンの、この周波数帯での実力をね、優先しました。N3 とか非常にちょっと興味はありますけれども、またそれはおいおいねチェックしていきたいと思います。ということでスペックはそれぐらいにして実際の商品見ていきましょう。このようにですね、かっこよくできています。かっこいいというかね、もう耳から出っ張りますけれども、これはこれで割り切って、こちら非常に形としてはこの XB90 と似ていますね。シワ掛けするのが特徴なので、ちょっとこの方向とかは逆なんですけれども、まあこういった感じでしょうか。ですので、これぐらいね、大きい口径のドライバーを、径のドライバーを引いている方は、まあ特に違和感なく装着できるのかなと思います。リケーブルできるのは一つ大きな特徴ですよね。断線してもケーブル交換で済みますし、音質等のね、好みに合わせて交換もできますので、こんな感じで XB より若干このハウジング部分はドライバー一緒なのに小さい感じはありますね。そこまで低音を大きく誇張する必要はないので、空気の音響的に響く領域を、空洞領域を狭くしているのかもしれません。ちょっとこちらカナルタイプ、この出っ張ってますね、耳に差し込む部分がこんな感じ。ここにソニーと書いてあります。LR 表記は内側に大きく L と R と。こちらはこのように、ここに書いてあるんですけれども、わかりやすいですね。パッと見すぐ L と R がわかります。
まあ、むしろ色で分かるようになってますね。このように青が L で赤が R ということで、個人的にはかっこいい仕上がりなのかなと思います。この耳かき部分はこのように、そしてよくね断線するここの部分はこうやって保護されているので、耐久性もなかなかいいんじゃないかと外見からは見受けられます。プラグはこのように 3.5 ミリのミニプラグの金メッキタイプになってますので、普通のポータブルオーディオ再生プレイヤーとにも相性がいいと思います。ではね、気になる音質、まだこれからエイジングがいりますけれども聞いてみたいと思います。ちなみにですね、ケーブルを外すのも非常に簡単で、こうネジ回してですね、このようにロックというか押さえを外しまして、ピッと抜くだけですね。これでケーブルの交換が可能です。ですので非常に簡単なケーブルの交換が可能となっています。こんな感じということで音質聞いてみました。こちらですね、やっぱね安心できる音ですね。うん、すごいね、まず掛け心地なんですけどソフトな感じで良くて、すごいフィットします。このね、仕上がけのワイヤーも程よい感じの硬さで優しく耳にフィットして、イヤーチップもですねしっかりと耳の穴にフィットする感じでずれたりしないということで、長時間のリスニングにも個人的には耐えられる装着感かなと思いました。音質としてはですね、少し低音がやっぱりね少し強い感じはあります。もちろんこの XB のね90ほど強くはないんですけれども、少し低音寄りの音質かと思います。でやっぱね解像度いいですよ。これ非常に解像感高くて、一つ一つの楽器がですねよく聞こえます。ですので特にバンドとかでねギターとかドラムとか個々のね楽器触られてる方は特に、まあ、コピーしたりするね楽曲を聞くとですね、一つ一つのパートが結構よく聞こえますので、ギターですとねそのコード使いとか、ピックのねストロークのとかミュートとかですね、そういったどういう演奏をしているかというリズム感が非常によくわかるイヤホンかと思います。ちょっとね高音が思ったより今そんなにはキラキラとはね出ない感じはあります。音場もそんなに広くはない、 EX1000 の方がね広い感じはありますけれども、やっぱね高音はこういったね開放型バンガンオルセンの A8 ですけど、このねきらびやかさっていうのは非常に好きなんですけれども、ここまでのツヤ感っていうのは感じさせられませんでした。しかしながらモニター用途としてね非常に安心のある音、そして非常に高い解像度感っていうのは個人的にはもうねこれ1本あれば十分じゃないかと思っております。価格的にも EX1000 と比べては非常に安いモデルとなっていますので、1本持っておくとおすすめするならこちらをね個人的にはおすすめしたいと思います。今ですと、こちらのねウォークマンとセットで聞くリスニングスタイルが個人的にはいいかなと思っていますし、お気に入りのヘッドホンアンプつなげてもいいかと思います。ということで、特に YouTube やられる方、音楽 DTM 編集される方、またね音楽曲の原音に近い形で聞きたいという方は、こういったモニター用途が強い、モニター用途の色が強いイヤホンヘッドホン選択してみるのはいかがでしょうか。ということで今回ですね、ソニーの業務用のイヤホン MDR-EX800ST をご紹介いたしました。今後エイジングで、まあ、若干音がね閉まってきたりするのかと思いますけれども、追ってご紹介させていただきます。いろんなイヤホンある中、自分の好みのイヤホンをチョイスしてみてはいかがでしょうか。今回も見てください。どうもありがとうございます。